日清は日露戦争で活躍した旧日本海軍のカスガ型装甲巡洋艦の2番艦、一等巡洋艦に類別された。同系艦は春日。日露戦争開戦直前に大日本帝国海軍がアルゼンチン海軍から買い取ったジュゼッペ・ガリバルディ級装甲巡洋艦2隻のうちの1隻である。イタリアのアンサルド社に適行された後、 アルゼンチン海軍軍籍となり、1903年にカスガと共に大日本帝国海軍が購入した。同艦をロシア帝国海軍も購入すべく格索していたが、日本の同盟国であった英国の仲介により、日本側に売却された。なお、アルゼンチン海軍での艦名はモレノであった。当初は第三艦隊に所属していたが、旅順封鎖中に食来により、 戦艦2隻を失った後は、戦艦と同等の戦力があるために、同慶艦、カスと共に第一艦隊第一戦隊に編入され、航海海戦や日本海海戦の主力として、活躍した。日本海海戦では、少尉候補生として、山本56も上艦している。明治39年5月10日に、愛知県愛知郡の河口山、白山、岩崎の三村が合併した際には、 日清の日露戦争での活躍と功績にあやかって、新村名を日清村としている。日本海海戦後に取られた日清。方針が根元で断裂している。日本海海戦において日清は、第一戦隊の都のを務め、一時は一斉回答により、戦闘を進むことがあり、それゆえに、東郷平八郎の座上する機関、三笠に次ぐ多数の敵団を浴び、 艦の指揮系統を含めて多数の戦勝者を出した。勝利候補生として乗り込んだ山本56も海戦中に方針爆発により重傷を負っている。また、第一戦隊司令官のミス・ソータローも左目を失明するなどの重傷を負っている。アルゼンチン海軍大佐で日清の建造委員長だったマヌエル・ドメックが・ガルシアも 感染武官として上官しており、その記録を海戦記としてまとめている。アルゼンチン共和国の首都ブエノスアイレスから車で1時間ほどにあるアルゼンチン海軍博物館には日露戦争関係の資料が展示されているが、その中にガルシアが戦争が終わってアルゼンチンに帰国した時に表した日露戦争感染武官の記録がある。 戦闘現場からの報告に加え作戦の分析から日本海軍の戦略、さらに当時の日本国民がロシア帝国に何を思い戦争にどう挑んだかを記録している。機密資料として長い間アルゼンチンから出ることはなかったが、海上自衛隊のゴミ、僕系海将補は1993年に練習艦隊司令官として遠洋練習航海の部隊を率いて、 アルゼンチンを訪問中に歴史資料館に案内された。その時日本の艦隊にアルゼンチンの艦船部官がいたという事実を知る。そしてアルゼンチンの海軍関係者に日本海海戦の関連資料を日本に提供してほしいと働きかけ、1998年に日本語訳が出版された。その後、日本海海戦から100年にあたる2005年にその情報。 海大版が出版された。ガルシアの孫から聞いた話として、高山正幸は、司令官負傷の際に、艦長も負傷し、ガルシアが代わりに、艦の指揮を取ったという話を紹介した。ただしこれには、艦長の負傷などに裏付けがないと水公会が反論している。水公会では、戦闘に参加したとしても法の意定を務めたに過ぎないとしている。 1912年11月18日、演習及び観館式からの帰路の途中で帰港していた清水港で日清の火薬庫爆発が発生した。午後6時50分ごろ、後部8インチ砲塔付近で爆発が発生したが、火薬庫注水などの措置が迅速に行われ、損傷は軽微なものにとどまった。人的な被害は死者2名、負傷者17名であった。 航行も可能であった日清は横須賀に開港され、筑波館長の鈴木館太郎大佐を委員長とする横須賀鎮事府の佐問会により事故調査が行われた。実質10日間の佐問期間で爆発の原因は火薬の自然発火であるとの結論が出されたが、後日死因が明らかとなった。1913年8月に殺人事件を起こした予備役二等兵荘が、 日清の火薬庫を爆発させたと告白した。不満を抱いていた。この人物は艦長に脅迫状を送ったものの、反応がなかったため艦の爆破を企んだのであった。その後、予備役二党兵装は、翌年の1914年7月7日に、舞鶴鎮ュ府軍法会議によって死刑判決が下され、死刑執行されている。また、大正時代で殺人罪との併合があれど、 海軍警報を犯した罪により唯一死刑執行された事例である。マルタ島での日清、日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。階級は就任時のもの。ありがとうございます。